名前のない猫に出会わせてください。ありがとうございました。あ、これ絵本ですね。名前のない猫いい本ですよ。みんな読んで。めっちゃいい本よ。泣けるよ。これね、大人が読んでも泣ける本ですよ。なんか野良猫のがいちゃんがいて、その子が僕には名前がないって言って、いろんな猫とかいろんなところをうろうろして自分の名前を探すんですよ。で、立派な名前をつけている、まあ、レオくんっていう猫が出てきてね、レオっていう僕の名前言うんだと、レオっていうのはライオンって意味なんだろ、かっこいいだろうみたいな風に言われて、僕には名前がないって言って、こういろんなところをうろうろして、で最後に気づくんですよ。あ、僕が欲しかったのは名前じゃなかったんだって。で、これはそのまま肩書きって読み替えてもらうと、大人の子にグサグサ刺さります。はい、本当にみんなね、違うんだよ。肩書きとかさ、偉いとか人気とかさ、違うんですよ。みんなが求めるのは違うんだよ。だって肩書きがあったりとか有名だったりとかする人の中でも全然幸せない人いっぱいいますよ。じゃあ僕らが求めてるものはっていうやつの答えが名前のない猫に書いてあります。はい、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それでは、バイバイ。